食えない男っぷりを演じたら世界一の岸辺一徳。彼はもともとベーシスト。こちら3月14日、elmaga.jp より、罠の戦争、権力を手にした、鷲津亨、かっこ草薙剛、復讐される側に闇落ちということで、今、元スマップの草薙剛さんの主演のドラマ、罠の戦争が非常に話題ということなんですけども、その中で、以前もご紹介しましたけども、岸辺一徳さんが演じてらっしゃる、鶴巻幹事長が非常に話題ということで、食えない男っぷりがすごいということなんですよね。で、ここにご紹介されているんですけど、もともと岸辺一徳さんはバンドのベーシストだったわけなんですね。もちろんジュリーファンの皆様はご存知だと思うんですけども、沢田研二さんとザ・タイガースというバンド、証券萩原健一さんとピックというバンドをされておりまして、そこのベーシストだったわけなんですよね。そして俳優に転身後、さまざまなドラマ名脇役として存在感を発揮されたということなんだけども、こちらの記事にも書いているんですけども、強男らしい底意地の悪さを生かしたなんてことを書くんですかね、陰銀無礼で冷徹な人物を演じさせたらピカイチの人物であるというね、褒めてるんだか褒めてないんだかよくわかりませんけど、でも最高の褒め言葉ですよね。ただ近年ではザ・タイガースの復活もございまして、今度6月に埼玉スーパーアリーナでまたベーシストとしてね、舞台に上がる岸辺一徳さんでございます。そちらもぜひチェックしてみてください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー沢田研二さんの最新情報、さまざまなコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。